はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。レスキューエースターベランスです。さあ本日なんですが、使っていきましょう。久しぶりにマジでこのフランキー将軍使うのめっちゃ久しぶりなんだけどさ、まだね強化残されてるカードがあって、レスキューエースってエマージェンシーっていうカードと、あとそれからプリベンターっていうカードがまだマスターデュエルに来てないんだけど、これねディアベルスタがなぜか先に実装されました、ポプルスと。これ絶対順番おかしいんだけど絶対順番おかしいんだけど、なんかディアベルスタが先に来たから、なのでレスキュース一応戦えるようになってます。今結構強引に組んできたんですけど、これでもまあまあ強いんだよね。これでまあまあ強いのやばい。まだ最強カードが2枚来るから、レスキュース、これでまあまあ強いのやばいよな。でレスキュースかなり枚数削ってまして、これなんでかっていうと、ディアベルスターが初老になるからですね。ディアベルスターが一応その現在法スネークアイセットして、まあエクセルとかポプルスももちろん持ってこれるんだけど、このレスキューエースハイドラントをね、リクルートしてくれるということで、ハイドラントがリクルートされると、一応そのエアホイスター召喚からアラートサーチして、アラートで、ターベランス持ってくるっていう動きがね一応できますので、まあそうするとね、ターベランスがね盤面に出るんだよね。だからまあ4枚セットまではいける。まあちょっと誘発ケアとか結構難しくなっちゃうけど、貫通力もないから、エマージェンシーがないからね。なんだけど、まあ、一応展開通ればそんな感じができるっていうのと、まあ、あと、レスキュース触れてない場合ね、例えば、なんかその、ハイドラントとかタービランスとかに触れてない場合でも、エクセルからの、エクセルポップルスフランベルジュの、この動きができますので、まあ、そうすると、まあ、炎属性を絡めたリンク展開ができるんですね。マスカレーナとか、あと、それからまあ、相手団のアポロウーサとかね。この辺が一応できますので、まあ、これを入れてます。まあ、だから要は、レスキュースできなくてもなんとかできるようにしてるあるって感じ。はい。で、まあ、ちょっと諸説あるんだけど、ここ、その、オライオンとジェットシンクロがなんで入ってるかって話なんだけど、まずオライオンは、ジェットシンクロはね、結構ね、このターベランスとのくっつきは割と良くて、ターベランス出して、で、何オライオン、俺じゃない、シンクロン、ジェットシンクロンを、墓地送ってあると、なんか、手札コスト来て特殊召喚できるからさ、ディアベルスターとかのコストにした時結構強いんだけど、まあ、そうすると、レベル9とレベル1でくっついて、なんか、バルネスとかになるんだよね。で、これが結構強いっていうのと、オライオンは、ラドンができるんですよね、このデッキ。一応、機械族テーマなんで、割と。まあ、この辺が全部機械族になっていまして、だから、リンク2でバリケードを作って、もう一体機械族よりはもうラドンなんですよ。で、ラドンで、まあ、この辺のモンスター出していって、無効系妨害用意していくんだけど、このデッキってね、無効系妨害がね、メインギミックだけだと用意できないんですよね。レスキューですって。まあ、トラップカードと魔法トラップカードもバーって4枚ぐらいセットするからめっちゃ強そうに見えるんだけど、結局ね、魔法トラップ無効ないんですよ。例えば、このエクスティングイッシュだったら、モンスター破壊するし、効果モンスターだったら破壊するし、あと、コンテインだったら、効果モンスターの無効か無効にするみたいな効果あるんだけど、モンスターによってんだよね、妨害が。だから、例えば、拮抗勝負とかぶち込まれた時に、もう何にもなくなるの。盤面のリソースが。だそうなると、ちょっと弱いなってなって、拮抗勝負なんかね、めっちゃ打たれて、なんか結構負けたんだよ。だから、まあ、ちょっとラドンのギミック入れたいなってなって、で、ラドンで、一応ね、このライトニングマスターっていうカードと、あとこの、アークデクレーラーっていうカード、これを、出せるようになってまして、一応そのラドン整列すると。なんで、まあ、ここで、無効系妨害を用意していくって感じですね。で、一応その、レスキューとかで、素材にしたハイドラントとかタービランスは戻ってこれるんで、一応このトラップカードの起動条件も満たせるから、まあ、一応そのラドンしても、レスキューエースの、その妨害は残るかなって感じですね。まあ、だから最大4妨害ぐらいはいけるかなと言ったところで、まあ、ちょっとね、まだまだ進化を2段階残してるから、もうほんとフリーザみたいな感じ。ドラゴンボールでいうところの、私はまだ2回の変身を残していますみたいな感じなんで、まだまだ進化はできるんですけど、今の段階でもまあまあ強いっていうのがこの時すごいところですね。はい。レスキューエース好きな方はぜひ使ってください。デュエル。スタンバイ。すまん、診断見たんだけど、エマージェンシーとプリペンターがないのはなんでや。どうなっとるんや、このゲーム。ああ、墓穴打ちまーす。なんであれなの、ポップルスとかバリバリに実装してレスキューエースのさ、最強カードエマージェンシーとプリベンターはないわけ。これはもう差別でしょ。これ普通にちょっと訴えていいか。相手取るわ、これ。ちょっとコナミをディアベルスターと、オライオンの効果起動して、オライオンでトークン組んで、ディアベルスターで、スネークアイをセットしていく。でこれトークンはね、墓地に送れないので、
あの墓地に送るって書いてあるんですよね。だからトークン送れないので、まあ、トークンは、置いといて、まあ、スネークアイエクセルを出すしかない。でスネークアイエクセルの効果発動、エクセルから一応ねポップレス持ってきて、そのまんまその炎族の、展開にリンクしていくっていうところもあるんですけども、まあ、今回何デッキかというとレスキューエースデッキなので、ハイドラントを出して、まあ、できればタービランスにつなげていきたいというところですね。はい。で、レスキューセター、ハイドラントを召喚して効果発動で、タービランス持ってくる。ハイドラント1体からだと基本的には、まあ、タービランスにつながらないんですけども、財宝を絡めることによって一応展開ができるようになっています。今がねその展開をお見せしていきたいと思うんですが、まあ、とりあえずリンクリボーに変えまして、で、スネークアイエクセルの効果を起動しまして、リンクリボーを、コストにするとデッキからフランベルジュラゴンが、特殊召喚できるんで、これでフランベルジュラゴンを、巻き込んでリンクしていく感じですかね、基本的には。で、まあ、モンスターは置きます。で、まあ、ちょっと1体ね今回そのトークンが生まれてたので、ここからバリケード行って、でバリケード効果、タービランス切って、フランベルジュの効果発動する。でするとフランベルジュの効果で、タービランス、タービランスじゃない、ハイドラントが戻ってきて、でさらに、バリケードで捨てたね、あれだね、タービランスを、ここで蘇生できると。まああのここで蘇生ではなくても一応トガ姫が一応いるんで、トガ姫で蘇生するみたいな動きができるんですよね。タービランスの効果使って今4枚セット、過去2枚セットをしていく。弱っ。引いちゃってるからね。引いてしまってるから。でアラートの効果で、レスキューエース持ってきて、まあここは相手のターンで動けるインパルスにしましたね。でトガ姫ちゃん出していきましょう。え、出さんの？え、こいつ何してんだ？出すだろ。さすがに。何をしとるんや。あ、出すよね。出すよね。バリケードベルクと、エクセルなのかな？タービランスは残しときたいみたいな話か、これ。エクセルで、はい、トカ姫出していく。で、トカ姫の効果発動して自分の墓地からこの属性特殊召喚できるんで、これフランベルジュ出しといて、これで相手のターンにね、フランベルジュの効果で、ディアベルスターを前に出すという動きできるんですよね。で、アンブロエール出していく。でこれでね無効系のね妨害が構えられてないのがちょっと弱いかなってとこなんですけど、ラドンできなかった場合はもうこうするしかないかなって。オライオンがねもうねちょっと手形に切れて普通にそれ使っちゃってるから無理だったんだよな。でマイフレンド、財宝ギミックが入ってるなんかピュアリー、まあまあなんかまたやれるようになってるという噂聞きましたけども本当でしょうか。でこれ前に出る、ディアベルス前に出る。で、ディアベルスの効果発動して、なんだっけ、シルビア、無効系のね、トラップカードセット。で、マイフレンド効果発動、サーチ入れる。まあ、この辺のね、カードは無効にできないんですよ。魔法トラップ無効がなくて、レスキューエースって、純粋に組むと。多分ね、ラドンギミックをね、使うといけるんだけどね。まあ、ピュアリーリリーはさすがにコンテイン打とうかなってなってて、俺これどうしたんだろうな。コンテインはちなみに無効にしてなんか素材にできないみたいな効果なんだけど、これ一回インパルス先打ってからなのかな。ああ無効にしないんだ。え、マジ無効にしないらしい。ファイアアタック、ファイアアタック、トーク召喚、インパルスの効果で。インパルスは相手のフィールド上のモンスターの効果が発動するとデッキから救援隊を呼ぶという効果ですね。で、ファイアタッカーの効果発動してカードを2枚、あ、そうか、あれだ、わかったわかった、多分そのリリーは何持ってきても大したことないなって思ったんだ、これ多分。あ、強っ、ドロー強っ、2枚ドロー1枚してたけどこれめっちゃ強い。これ、ね、これディアベルスターは特に意味なかったので発動しませんでした。もう使っちゃってるからね。で、ハッピーメモリーの効果起動。あ、ファイアタッカーとそうディアベルスターめっちゃ相性いいんだよ、今みたいな感じで出せるから、引いて捨てる出せるから。で、リリーからの、あ、じゃあ、ピュアリー出てきた。で、ピュアリー特殊召喚されたので、トガ姫ちゃんの効果発動して、ファイアアタッカー爆破して、相手の、ピュアリーを殺そうかなといったところですね。で、まあ、リリーの方を殺した方がいいかなと思ったんで、リリー殺します。で、トガ姫ちゃん出てきた。かわいい。エッチ。で、相手、プリティメモリーがめくれる。なんかね、ディアベルスター入ってると、ランク1結構しやすくて、未来竜王とか
はまだ建てるらしい。あの未来竜王ダブルノワールみたいなのでいいらしいですよ。はい、ディアベルス入ってるとね、なんか誘発のワークがなくなって弱いみたいな話言われてるけどね。でこれ出てきたモンスター破壊したらいいかと思ってたんで、これ確かスルーしたんじゃないか、確か。俺どうしたんだろう、俺向こうにしたのかな。あ、スルーしてる。はい、でプリティ吸収させて相手の、ビューティー出てきました。でビューティーはなんかその効果発動してきたら破壊するか向こうにするかどっちかでいいかなと思ったんで、はい。であのアーゼウスに乗っけられそうになったらね、このなんかあの、素材にできないっていうカード、これ使ってまあ、あのアーゼウス乗っけられないようにすればいいかなと思ったんで、はい。でプリティメモリーの効果起動します。で切ってピュアリー出てきて、でピュアリー効果、まあ、もう手札1枚やったからこれ、まあ、ここを裏打っていいかなと思ったんで裏打ちました。はい、手札1枚だと多分そのモンスター増えないから、もう多分モンスターが横に並ぶことないかなと思ったんですよね、これ。はい、であとはもう多分ビューティーのなんかそのモンスター吸収するよみたいな効果が発動されるんで、はい、でこう打ちます。でなんかお前うるさいっつってこれ破壊しようとして、まずでそうしたらなんか破壊耐性のまあ速攻もファンじゃん、なんかあれぶち込まれたんだよね確か。はい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 、でハッピーメモリー効果で、ここで、コンテイン、こうするとコンテインで相手の、ビューティーの効果が無効になってさらに素材にもできないみたいな、これね。すると何が起きるかっていうとこうなって、で、マイクレンドの効果でそこが2枚戻ってくると、でこっからはもうさすがに無理だなと思ったんですけど、妨害がなくて、まあ、手札2枚から何もできんやろと思って、これお祈りです。これあとはこれやばいのは、あ、もうそうピュアリー2枚使ってるからもう相手戻すしかないんだよね。相手戻すしかない、ピュアリーを。でもちゃんとね、あのピュアリープ戻してて偉かったなってなったんだけど、でハッピーメモリー効果手札1枚切ってピュアリー出す。でピュアリーでなんかめくるしかないんだよ相手、多分これリリーとか出したらアーゼウスできたんかな、これなんかできそうじゃないこれ、わかんないけど、これリリーとか出したらなんかワンチャンアーゼウス乗っけてみたいな動きできそうだったけどな相手。速攻魔法が一応墓地ありますもんね。でこのハイドランドぶっ殺された、ハイドランドぶっ殺されたけど相手も何もできなかったみたいで、それセットエンドしかない。まあ、確かスリーピンブリだからね、あのエピアリンドアル来てないから、まだマスターデュエル、マスターデュエル来てないから多すぎなんだよなマスターデル来てないカード多すぎ問題みたいなのが発生しまして、これ相手のモンスターを押し込むか自分のフィールド上のに墓地からモンスターを置くかみたいなところなんだけど、まあもうなんか相手になんか攻撃100だしいいかと思ってこれ押しました。でトガ姫の効果ゾー、自分の押しから炎属性を特殊召喚で、ターベランス爆弾、もう4枚セットはできないんですけど1枚とかしかセットできないから確か一応、はい、あらっつ出してきて、でまあこれ全部で殴ったら勝ちなんじゃないかという話。はい、これ多分ね相手多分あれだね、リリー出して、でリリーでまだ効果使ってないから吸収してアーゼウス乗っければワンチャンあったんじゃないかと思うけど、まあそれでもまだねなんかフランベルジュのリクルート効果とかってなんか結構ね耐久力はありました。私はい、解散でした。オライオンとジェットシンクのラドンギミックで入れてたんですけどね、めっちゃ引く、マジでうざいバカうざいマジで引く。でポプルス特殊召喚ありえんほど引くからね、まあ、ジェットシンクロまだいいわ、コストで捨てて蘇生できるから。オライオンが本当に終わってんだよな、まあ、そういう、まあ、デメリットがあるからこそ多分 OCG ではね多分ラドンギミックよりも多分あのリンクギミックが主流になってたと思うんだけど、なんか何でも無効できないとさ拮抗勝負とかでやられるんだよね普通に。ちょっとそれが嫌で、僕はラドンギミック入れたいなと思ってラドンギミック入れてるんですけど、で、スネークアイエクセルの効果起動しまして、リンクリボーと一緒にリクルートしてスネークアイズフロンベルジョーガンを出していく、かっこいい、あまりにも。で、置くのは、まあ、使わないやつ置いといて、で、バリケードベルク、これ、まあ、また結局バリケードベルクでタイムランス捨てて、で、トガ姫で蘇生っていう、動きですね、基本的には。まあ、バリケードベルクはね、ちなみにコストで捨てれるので、まあ、絶対墓地に捨てれるから、フランベルジュを。これが強いですね。フランベルジュはちなみに墓地を送られたら、手札からでも よくて、特殊召喚できるので、
まあ、それが結構強いですね。はい、だから来てしまっても一応バリケードとかでなんかあの強引に墓地の来るみたいなのができるわ。で、ここからどうすんだこれ、ジェットシンクロの効果起動して、ターベランスかで特殊召喚、はい、でジェットシンクロ引いてる場合はこうやってコストでね、ターベランスを切ってみたいな動きをしていくと、まあ、後から、蘇生することができますよと。でここでトガ姫出す、でトガ姫効果起動してフランベルジュじゃん、間違えた、ターベランス出して、でターベランスレベル9なんですよ。レベル9とレベル1のジェットシンクロンで、まあ、重シンクロバロネスができるんで、まあ、これまあまあ強いですね。で3枚セット4、あ4枚セット、今回一応4枚セットできるね、これね。4枚セット強い、最強、あまりにもアドバンテージ稼ぎすぎなんだよな、さすがに強い。でハイドラントいると、アラート打てるんで、アラートの効果起動して、さすがにインパルスなんじゃない、ああインパルスの方がいいと思うよ、リュウ君。ああ、そうだね。で、一旦、アンブロエール使って、これね、炎属性縛り入っちゃってるから、バロネスが、あの、この状態だと出ないので、アンブロエール作ってから、バロネス作って、で、相手のターンで、レスキューだっけ、で、蘇生するみたいな動きですかね。バロネス出す。で、これで、相手のターンにハイドランと蘇生すると、まあ、このトラップカードが有効になるみたいな感じかな。はい。まあ、そんな感じです。で、まあ、一応これドローフェーズに、打ちまして、ターベランスを、ハイドラントを特殊召喚。ハイドラントがいると、このトラップカードが、追加効果が付与できるんでね。まあ、強いんで、普通に。はい。で、バトルフェーズ入ってくる、まあ、これだよね。これでやられんだよ。なんでも向こうなかったら。一応今回バランス入っ、出してるから、いけるんだけど、この拮抗勝負でさ、分からせられるからさ、もう2枚目だったら終わり。危ね。っていう話。何年向こうが構えるってすげえ大事なんだよね。本当に。で、一応、開幕打たれたんで増重打って、まあ、ガンマ入ってないんだよなと思って、このデッキ。このデッキはガンマ入ってないと思ったので、手札切って、特殊召喚する、まあ、アルベルかアルバスかどっちか。まあ、アルバスもアルベルも、どっちでも、まあ、一応無効にするか破壊するかできるんで、今ね、このトラップカードで。まあ、多分なんとかなるかなというところで、アルベルを特殊召喚。アルベルをトガ姫で破壊する意味はなんかほぼないなと思ったので、ここは確かスルーしたんじゃないか、さすがに。これ使うんか、これ。わからん。これわからんな、マジで。どうすんだ、これ。あ、そっち使うんだ。なるほど。あ、そうか、無効にしたら楽園融合とか持ってこないかなと思って、いう話か。はい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 。で、アルベルの効果で無効に します。はい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 。まあ、それは確かにそうだな。ごめん、後で声入れてっから、俺がどうしたか分かんねえ。この時の俺に聞かないと。もう一人の僕に聞かないと分かんないわ。で、これで、手札が、あ、不意のゴイス。まあ、不意のゴイスってことは、まあ、除外してアルバス系のカード持ってこれるんで、まあ、メルクーリエ除外からの、まあ、カルテシアか、アルバスか。まあ、何も、あ、クエンもあるか。アルバス持ってくる。まあ、一応アルバス召喚されても一応ね、あのトラップカードあるんで、何度もなります。はい。で、手札切る。赤の楽園ね。で、インパルスの、効果起動します。で、さらにエクスティングウィッシュの効果も起動して、相手のカード破壊。インパルスはデッキから、モンスターを特殊召喚。で、アルバス破壊して、ファイアタック救援部隊を特殊召喚してまして、相手が手札にカード加えると2枚ドロー1枚して。2枚ドロー1枚して結構強くてね。ディアベルスター今回この状況だと捨てれるのでめちゃくちゃ強いんですよ。で、融合破片打って、カルテシアは、これスルーしたと思います。確か。はい。なんかもういいやす。なんかどうせ融合さえできないしと思って、あの、アルベル。アルベルね、一応トラップカードの効果で融合さえにできないんですよ。まあ、後から考えたら、ちょっと、あの、赤の楽園が回収できるなってことに気づいて、あ、やべえ、これダッシュでよかったなって思いました。すいません、これプレミアしました。まあ、ただ、ファイアジャックの効果によって、カードを2枚ドローして、で、さらにディアベルスターを切る。で、そうするとディアベルスターが墓地の食られて、来たわ、これシルビア、セットでして、効果無効にできる神ゲー、赤の楽園打てないと思ったら、引いちゃってて。シルビア引いてて腐って感じなんだけど、ふざけんなと思った。これシルビア引かなかったらシルビアセットして効果向こうまで用意できたんだけど、相手のターンのやばい、時間ない。これマジでキモかったな、このドロー。
ドロー強いけど弱いみたいな話。これあるあるだね。で赤の楽園がセットされていく。赤の楽園バカダリ、赤の楽園がバカダリで財宝狩りの悪魔の効果を発動していく。でディアベルスは持ってきながら、まあ、手札6枚あるんでなんとかなるかなっていう感じですね。で多分盤面吹き飛ばされる可能性ありますけど、これで赤の楽園の効果が起動されると相手のカードがガーディアンキマラに変身するみたいな、まあ、感じですね。でバロネスの効果使ってこれどうするの、フランベルジュかな、フランベルジュに変身する。タービランスでもいいか、まあ、どっちでもいいな。で赤の楽園効果フランベルジュの方が良かったか一応。で増字打ちます。でねこれでねなんかね神ドローすんだよ俺確か。でアルバスの楽園回収して多分これ3体でガーディアンキマラなんですよ。まあ、ミラジェイドもできますけどねこれね、ミラジェイダーも多分できますけど、まあ、ミラジェイドできねえかこそねえわ。でこれでターベランスが爆発させていく。でファイヤーアタッカーの効果とトガ姫の効果が、あれトガ姫つかないの、トガ姫なんで効果つかないんだろう、ちょわからん、なんでこのおじさんトガ姫つかないんだろう、焦ってたのかな26秒しかないから焦ってる、やばい、これ多分アクセスコードの時間ねえってなったんだこれこれわからんけどなんかサロス出してるわ謎に、やばこのおじさんこれ多分もうちょい時間あったら勝ってそうですけど、これ時間なってなってる、やばい、残り7秒しかない、ちょっと待って殴れてねえし殴れてねえの笑った、殴れてねえの笑ったなるほど、残罪、落としてまあワンドローで一応これで財宝狩りの悪魔でディアベルスターを回収して、で相手カードって手札1枚か、手札1枚とあと断罪ですね、墓地ので断罪で何かを回収するって感じか。確か思い出したわ、これめちゃくちゃ焦ってた、やばい時間ない時間ない時間ないっつってその時の俺の焦りっぷりといったらね、この世の終わりみたいな感じでしたよ。でアルベルにシルビアを当てて、まあ、これでなんとかなりますねあぶねあぶねマジでスワブね。でディアベルスター効果起動して、ポップルスをと、コットンコットン召喚するとポップルスが戻ってくるという話ですね、まあ、相変わらず時間はありません、選択肢多すぎやんだよ、まあ、これで勝ちだろ。でディアベルスターで財宝狩りを置いて、こんな感じですね、危なかったマジ危ねクソ時間ねえの笑う。でディアベルスターこれアルティメットディアベルスター見せようとしますねこれね、はい。でポプルスを墓地送って、アルティメットディアベルスター、ディアベルスター3体、これアルティメットディアベルスターと言いますこれ3体融合したら超巨乳魔女出てきそうじゃない。であとは全部殴って感じですね、はい、対戦ありがとうございましたと。皆さんはねぜひねもうちょっと綺麗に回して時間管理できるようにしてください。親顔ムーブからのね、変態デッキのご紹介となります。相手の、ゼンマイッティとかいう最強のモンスターが、まあ、爆誕しまして、で一応これエアホイスターでなんか相手のねフィールドのモンスターの効果を発動するとなんか手札からハイドランっていうかレスゲージ出せるよみたいな効果あるんですけど、まあ、一応出しとくだけ出しておきました、はい、まあ、あんま意味ないんですけど。でこっからね、マジで長いので多分、ね、結構な早送りになると思うんですけども、超高速リプレイをお届けしますよ。さあ、まあ、ゼンマイムーブ、まあ、これはね、クソ劣化必修科目と言われている、ゼンマイをなんかそのありえないほど並べて、でレベル4を4体並べてダランベルシアンからの魔法トラップ何でもサーチを入れていくというムーブですね、はい。でイゾルデからの、はい、イゾ&ルデ、まあ、どっちがイゾでどっちがルデなんでしょうか。で剣道スピリットカイデンとかいうね最強モンスター持ってきて、でレベル4のモンスターが4体で、まあ、これ基本的にいつもねなんかここ辺なんかめんどくさくて飛ばしてるんですけど、まあ、今回ちょっと早送りでお届けしてみようかなといった、まあ、そういった新しい試みとなっています。でダランベルシアンの効果発動して魔法トラップカード1枚何でも好きなやつをサーチ、まあ、このゼンマイムーブのいいところですね、何でもね好きな魔法トラップカードサーチできるってところですね、これが他のギミックにない利点です。他のギミックって魔法トラップ何でもサーチまでついてこないと思うんですよね、落としてから回収とかできますけど、
ちょっと回りくどいというかね。俺エクストラあんまり使わないで、まあ、ホットラップ何でもサーチできるんで、まあ、さすがに一番強いと思ってます。このギミックが、ソルティアの中ではね。で、パフューマー、オファールヘッド、ウンテラカンタラがなんか謎に置かれまして、デスカルテッドで4枚ドローして、今置いたカードを全部回収と。で、オパールヘッド剣道スピリット回伝をペンダラムスキルにセッティングし、ペンダラム召喚でダークドリアードトレジャーパンダ、ハーピーパフューマーか。はい。で、ライホー。誰？ライホーとか誰？で、ハーピーパフューマーの効果を発動して、効果を発動して、華麗なる分身持ってきます。で、トレパン効果で、装備カードを除外して、ガードオブフレンベル特殊召喚。で、ガーデンローズメイデン特殊、ガーデンローズメイデン効果。ブラックガレン、はい。で、トレパン効果は、まあ、ちなみに一旦に一度の制限がありませんので、これで、まあ、これちなみにあとでスカルネットで戻したからね、引いても大丈夫っていうね、これ相性いいね。で、イモータルドラゴンで忍びネクロも落としていく。で、トレジャーパンダ、トレジャーパンダ、仕事しすぎだな。はい。トレパンくんすごい仕事するじゃん。で、やっとトレパンが仕事終わったらしいぞ。ハイパー、ライブラリアン。メインバスブースターコントロール、オールクリア。デュガレス、はい。これ2枚ドロー1枚してか、蘇生か、蘇生だな、蘇生、はい。で、さらにサモンプレイスを蘇生されて、サモンプレイスの効果発動、魔法カード切るとレスキューフェルトが特殊化される。こっからレスキューフェルトするのやばくない？相手ガチでやばいことしてるな。で、トークンを送りつけられて、で、これね、ライホーをね送りつけてきたんだよね相手。うん。で、ライホーがこれ何するマンなのってなったんだけど、なんかね、ライホーはね、フィールドで発動したモンスターの効果の処理時に手札を捨てることができると。で、捨てなかったらその効果が無効化されるっていう効果らしいんだけども、まあ、要はこれ自分の手札を捨てるっていうことになるんだよね。相手がそれ送りつけてきたから、まあ自分が手札捨てたいってことなんだろう多分。これで、なんかエフェクタマジキャット忍びネクロで、覚醒のなんか、エンライトメントパラディンを出してくると。で、そうするとクリアエフェクターの効果で2枚ドローが入り、で、シンクロキャンセルでさらにシンクロスターになったモンスターを、蘇生する。これね、一応ね、無限ループとなってまして、クリアエフェクターとクリアエフェクターマジキャットシネミネクロが素材になると何が起きるかというと、2枚ドローしてカードをマジキャットで墓地の魔法カードをデッキトップに置くと。だから今墓地の魔法カードを毎ターン回収しながら1枚ドローして1枚捨てるみたいな。だからまあなんかデッキを掘りまくってその、カードを相手の効果で捨てるっていうね、あのことができるんだよね多分これ。うん、まあちょっと伝わってるかな。なんかその要は毎回そのシンクロ召喚するために1枚ドローして、で相手の効果で1枚捨てることなんだ。1枚というか2枚か、2枚ドローして相手の効果で1枚捨てるってことなんだよ。まあ、要はデッキを掘り切ることができる、一応これを使うと。掘り切って、で、相手は、引いたカードでも何でもいいんだけど、手札を1枚、相手の効果で捨てることができると。でね、こいつで何がしてんだろうってずっと見てたんだけど、俺。まあ、これをずっと見てるのも、なんかね、やばいけど、普通されんなしろよってなるけどね。何してんだろうなと思って、ちょっと一応ね、まあ、攻撃のためにちょっと見てたんだけど、はい。で、さらに、まあ、2枚ドローして、で、さらにシンクロキャンセルぶち込んでいくと。はいはい。で、ライトメントパラディンがまた出てきて、パラディン出てくる。はい。で、テックチナスのワンドローとクリアフェクターの、あ、てか3枚ドローか。ライブラリーいるから3枚ドローだわ。3枚ドローして、1枚相手の、効果で捨てることになるんだ、手札を。でね、これ何がしたいのかなとずっと思ってたんだけど、これね、ジャックポット7だったんだよね。これ相手の効果で捨てないといけないから、ジャックポット7って結構難しいんだけど、これそういうことかと。そしたら、えってなって、は何置きってなって、これクソデッカーさん